皆さんこんにちは、えなです。今日は町中華に来てます。がっつり町中華です。はい、すっごい中華って感じは目立ちますけど、ね、ここで今日は町の中華を食べようと思ってます。社長初めてだね、町中華初めてなのかな。いや、なんか中華とか食べたりするけど、こんなごっつりがっつり中華、いいよね、この雰囲気俺大好きです。あ、そう。じゃあ入ってみましょう。中入ってきました。雰囲気最高、ザ町中華って感じ。美味しそう。いろんな料理があるよ、全部、ね、壁にペタペタ貼ってるもんね。はい、席に着きました。見て、この壁にペタペタとメニューが全部貼ってある。何食べてるか、ね、私でもあんまり知らないから。じゃあ俺が決めてあげようか。あ、決めて。これ、このなんとかニンニク炒め、空心菜、空心菜、絶対うまい、ね、はい。あ、バリバリエビマヨ。餃子もいったほうがいいね。ビールもいったほうがいいね。ビールもいったほうがいい。ビールは絶対いったほうがいいね。そうなんだ。だからメニュー多すぎて選べんわ。みんな見て、ドリンク生大しかない。生中がなくて生大しかない。生大を飲んでくださいってことはね。そんなことないでしょ。ありがとうございます、社長。いや、そんなことないでしょ。いや、そんなことないよ。生大と、レナはレモンサワーで、豚耳あえ、耳が焼き餃子、チンジャオロースの小、ちっちゃい方、カニチャーハン、カニチャーハン、はい、これバリバリエビマヨ、はい、5個の方で、青菜炒めの小で、とりあえず以上で。あ、ピータンとかもあった。いらないよ。食べたことないでしょ、ピータン。食べたことない。卵でしょ。でしょ。なんか変なゼリー。そう、黒いゼリーでしょ。黒い卵。あれ、別に黒のが別にいいけど。ドル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 のがちょっと本場中華料理って書いてあるよ。え？ここは本場中華料理じゃないよ。これは日本人の四川料理。だから日本語メニューと中国語メニューがある。てかもうね、メニューがね、中国人があの中華料理が恋しくなったらここに来て、ここのメニューから注文して本当の中華料理が食べれる。だからメニュー本当50種類ぐらいあるんじゃない。もっとあるかな。選びづらい、多すぎて分かんない。私たちは何も分かってないから、あの日本人向けのメニューから選びました。来ました、空心菜。すっごいニンニクのあれが、ニンニクの超うまい食欲そそるやつやで、はい、うわ、これませんダメです。香りめちゃめちゃいいよ。あと出るのが早い。本当にさっさと中華料理はそれがいいよね。パパッと出れるからね。なんかもっとニンニクの感じだと思ったらなんかそうでもない。でもこの香りやばいね、うん、ニンニクプンプンしてるもん。シャキシャキして美味しい。2品目来ました、チンジャオロース。これちなみに小だよ、小サイズ。そうだね、ピーマンのシャキシャキの感じが好き。あ、そうだね、チンジャオロース。やけどしますよ、気をつけないと。めっちゃやけどする。早く満開ください。熱い、無理です。もうゴクンとやけどしますよ。じゃあ一回夫婦タイム入る。いった、うわ、シャキシャキいってる、やば、うん、俺も早く食べたいんですけど、ダメ、これは一人で食べる。やばいね、うん、中華最高やんな、うん、まだ食べてないけど。お、はい、ありがとうございます。レモンのサワー、乾杯、はい、かわーい。タカがビールを飲まないと食べれないってことだね。いただきます。な、そうそうそう、ビールが最初に、いや、そうだよ、日本人はそうだよ。ビールを飲んでから食べるというね。でもなんかすごい礼儀作法でございます。相性がいいから、あの食べてから飲むと美味しいよ。うまっ、うん、本当は香りめちゃくちゃニンニクだけど、そんなに食べてみると、でも明日絶対息臭い。まあ2人食べてるからいいか、お互い食べてるから。今日の俺らの寝室めっちゃ臭いんじゃない、ニンニクの匂いで。鷹のおならが臭いからいつも臭いです。はー、何を俺のおならを皆さんに教えることがある。社長パクパクいきますね、箸が止まってませんよ、うん、まだあと5種類6種類ぐらい来るから、うん、でも箸が進みますよ。だいたい半分ぐらい俺にくれないといつもね、これいつもの話。そういうルールでしたっけ。だから俺どんどん体重減ってますよ最近。
チンジャオロースもいただきますか。あ、まだ食べてなかったの。やっぱ気をつけて、熱いよ。熱くない？大丈夫？あ、これだよね。うん、ピーマンシャキシャキ、うん、うわ、シャキシャキ、やば。そうだよ、なんかピーマンが先になくなる感じはして。味付けうまっ。社長が怒ってる。あのビール減るのが早くない？皆さんどうですか？確かに、まだ皆さんはどうですか？あのお店に入って席に座ってビールが出たら、うん、何分ぐらいで大のビールがなくなりますか？なるほどね、もうすぐなくなっちゃいそう。タカの場合は1分。1杯目はね、1杯目はだいたいね 2,3 分で飲みようね、うんうん、これ日本人だから。皆さんコメントで教えてください。1杯目だいたいすぐ行くよ。すぐ行くね。それが日本人の礼儀作法だから。ちなみにレモンサワーめっちゃ美味しい。あれめっちゃ合うよ、さっぱりしてて、うん、くぅーそういい、そう上手になった。いや、もうちょっとどうだろうね、なんかわざとらしいよね。あ、そっちのがいいね。そうか。あ、来た、めっちゃ入った。はい、ありがとうございます。餃子、カニチャーハン、両方来た、やべえ。タカがチャーハン後で注文しようと言ったでしょ。そうそう、早く来る、だから言ったじゃん俺。でもこれと一緒に食べたいでしょ。あ、そっか、熱いんじゃない、めちゃくちゃ、うん、これが美味しいチャーハンだよ、これ。だってもう見るからにうまいもんね、うん、餃子持ってます。チャーハンだけがずっと食べ続けてもいいよ。ずーっと食いますやん。あのハムが入ってるし、餃子も来てますよ。あと卵が入ってるし、うん、よかったね、うんうんうん、俺もチャーハン食べてみよう。あ、餃子いく？うん、オッケー。お、餃子のタレとラー油とお酢全部いくタイプ。これお酢入れるか入れないかって分かれるよね。どう？え、分かれるね。分かれないよ。え、お酢入れたくないっていう人いると思うよ、世の中に。いますよ。餃子のタレは醤油と お湯だよ。あ、お湯。あ、はい、あった。これなんだ？あ、ミミガーだ。ミミガーも決まる。うー、確かに。うーラー油の香りがめっちゃする。いいでしょうね。はい。うん、本当だ、うまっ、うん、めっちゃうまいぞこれ。この餃子もあの手作り感があって美味しい。うまっ、うん、待ってて。うん、そう、今のは本気の歯だったね。こんだけ半分一気飲んだからね。ああ大丈夫ですか？周りベロベロになるんじゃないですか？イエス。お、来ました、新しいの。バリバリエビチリだったっけ。サイズやばくない？一個ずつ。確かになんかやっぱ待ちきゅ…待ち…いや、腹高ね。待ち中華ってボリュームいいよね。だってこれすごいよ、ボリューム一個一個。これエビチリね、バリバリエビチリだって名前。あ、ほんとに。うん、うん、初めてこんな食べた。バリバリだよ、バリバリ、まあ、だって名前についてるもんね、バリバリエビチリって。聞こえるかな。聞こえる、だいぶ揃ってきたね、うん、これぞ町中華だね。うん、やばい、ビールとバラバラに落ちていますね、社長さん。なんかいつの間にかこれ、え、食べたね。今動画撮ったけど、動画撮る前はレナがほぼ食べてたよ。タカがこれを今皆さんが見たよね、全部最後の一口ね。最後の一口だけ俺が食べたけど、タカが全部食べました。動画の裏側はありますよ。なるほど、映ってるのが全て真実じゃないからね。全部食べられました。嘘つき。で、これも全部食べようとしてる。今映ってますよ、雨の風。はい、はい、社長さん、さっき何て言ってた？これ、もうないよね。誰が食べた？
教えて。タカ、皆さんがみんな今見たよね、みんな見ましたよね。今みんな見たよね、みんながバクバク食べてるところ。おー来た、ありがとうございます。レモンサワーと生大、あれ、あ、生大いきます、飲んでみる。今餃子食べたじゃん。でも泡しかないよ。餃子と生っていっちゃ合うから。でも泡しか飲めない。あら、ごくごく、それ泡しか飲んでないよ、社長。それ今泡しか飲んでないよ。どうやってこれ泡以外飲めるの。あら、グビグビいけばこの舌が入ってくるの、口に。だからグビグビできないよ。あ、じゃあちょろちょろ、チビ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 行く人は生だよ、そんな頼んじゃダメだよ。そうだ。はい、どうぞ。うまそう、飲むね。これ最高。耳があんま食べますか。耳がって何でしたっけ。あの豚の耳、あのちょっとコリコリしてるやつ。私はキュウリと耳がの、うわ、やば、うん、うん、辛い、コリコリ、辛くない、うん、味付けおいしい。ラー油かな、うん、あー、でも辛い。あ、辛い、辛い、辛い。チャーハンパクパクいってますね。あの辛さが消してくれる。チャーハンで結局全部食べたね。チンジャオロースね、美味しかったからね。ね、バリバリ、バリ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 一気に食べるものなの、うん、めっちゃバリバリだね。これ一口で食べるものじゃないと思うよ。うん、何食ってもうまいんだよ。酔っ払ったかもしれない。そうなの、さっき一気したからね。可能性がある、関係あるかもしれない。これもうちょっと小さいみたいな。うん、これやばいな、うん、これバリバリがうまいのかエビチリがうまいのかわからんけど、両方コンビネーションやばいね。しかも意外とさっぱりしてない。このバリバリのおかげでさ、うん、意外とさっぱり仕上がってるよね、うん。さっきからどんだけ落としてんの。いや、今日白いズボンを着てるから大間違いだよ。本当だ、汚れた。汚れてる、気をつけてくださいね。もう遅い。何、何か言ってた。お腹いっぱい。見た今、お腹いっぱいパクッと言って。あ、すごいね。すごいね。お腹いっぱいの人の行動じゃないよ、それは。まだ食うの。俺まだ全然食べてないけど、まだ食うの。レモンサワー飲んでね、最高やね。あ、それ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 、今のリアルのカカじゃん。そう、それがいいよ。できるようになったけど、おっさん化してきたね、どん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 おっさん化してきたね、日本人の。それなんかあのおっさんの仲間にしてきたね、どん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 。そういうのがあるの。え、あるよ。いや、若い子やんないじゃん。そう、うん、俺も多分若い時やってなかったよ。やってたと思うよ。カーなんてやってなかったよ。タカが二十歳になったタイミングでビール飲み始めてから、タカが絶対クーッと言ってたよ。どんどんおっさん化してます、このドイツ人。なんか社長がブツブツ言ってますよ、皆さん。なんか酔っ払ったよ。酔っ払いました。で、2杯だよ、まだ。結構入ってる。お酒が強いかもね。あ、ちょっとちょうだい。いや、美味しいよ、めちゃめちゃ。ああ、美味しいね、うん、でもなんか特別強いわけじゃないよ。うん、別に。でも酔っ払ったか、うん、ぐる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 してる。寝始めた。社長が寝始めた。酔っ払って寝始めた。タカが食べるかなと思って。寝始めました、この社長。酔っ払いましたね。酔っ払ったらね、レモンサワーで2杯、2杯で酔っ払いましたね。2杯も飲んでないよ、まだ入ってるよ。1杯半で酔っ払いましたね。社長がなんかメニュー見始めたよ。さっきお腹いっぱいって言ってさ、酔っ払ってたのに、うん、急に目がパキッとし始めてるよ。どうした。デザートありませんよ。杏仁豆腐じゃない、中国で言ったら。ごま団子5個、これがなんかデザートっぽいやつ。ここのメニューに、本物のメニューにありません。じゃあ日本語のメニューに見ない、ね、日本語のメニューに、まあ中華っぽいとろとろ杏仁豆腐とマンゴープリンがある。杏仁豆腐食べようか。杏仁豆腐1個食べる。うん、注文してください。
本当にぐるぐるしてる頭ぐるぐるしてるぐるぐるしてると言ってまたレモンサワー飲んでるからねお食べ終わった危ねえ食べ終わって飲み終わりました。飲み終わってないよ。細かい女ですね。くー、まあ、デザートでした。デザートも来ました。こちら最後杏仁豆腐でございます。これ本当に中国人が食べるのかな。食べるでしょ杏仁豆腐。日本人がそれが中国人が食べると思ってるだけじゃないの。いや違うよ、食べるよ多分。日本人杏仁豆腐好きだよね。中国人は本当は食べてなかったら面白いね。これはちょっとゼリっぽすぎる。あ、硬いってこと。好きじゃない。杏仁豆腐好きだよね。この杏仁豆腐があんま好きじゃない正直でよろしい。この杏仁豆腐がこれだっちょ。味はめっちゃうまいよ。食感がちょっと違う。ごっちゃんです。ごっちゃんでした。全部食べきりました。これはいくらだろうね。そんな高くなさそう、ね、あいくらだろうね。気になるね。マジうまかった。会計しましょう。ごちそうさまでした。シャーチャーさん美味しかった。いくらでしょう。1万円言ってないよ全然。あ1万いってない。7140円。こんだけ食べて飲んで2杯飲んで結構食べた。俺生鯛2杯飲んで、ね、でめっちゃ食べて。さすが町中華。町の中華は本当にコスパがいいね。町中華最高。最高でした。今日は何が一番美味しそうでしたか。コメントで教えてください。タカはビール。ビール。もちろんビール。もちろんビール。エビチリうまかったね。エビチリめっちゃなんか印象的にインパクトがあって美味しかったよね。こうすごい普通だけどチャーハンがめっちゃ、あチャーハンもうまかった。パクパクと確かにさっぱりしてて、スプーンが止まらないぐらい。だってほぼ社長食べましたもんね。ほぼ社長が食べましたもんね。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならねボタン押してください。リナが酔っ払ってますよベロベロですね。はい、楽しかったならリピートしたぐるぐる回ってるよ。ぐるぐる回ってる。楽しかったらいいねボタン押してください。はい、それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。